はい、お疲れ様です。こんにちは、今回はグランドピアノのワーホール企画後編ということで、はいはい、まあ、これが中に入ってるんですけど、アクションですね。ハンマーがですね、ここもう下のこれ、ここまでいってるのはそうそうないです。弾いたからなったってことですかね。いや、これはおそらくその弾いてると溝ができてくるんですね。弦が切れる原因になったりとかもするので、うん、フェルトの塊なのでヤスリで削れます、うんうん、で削ってで溝を取って何回かできるんですけども、うん、何回か削るとまあなくなるので、まあ、こうなってしまいます。あ、なるほど。まあ、ただそのピアノ自体の弦の消耗とかを考えるとここまで向くことはない気がするんですけども、モニター技術者の方が何を思ったのかは当事者じゃないとわからないんですけれども、頑張って削ったんでしょうね。まあ言い方を変えると向きすぎたって感じですかね。うん、な気がするんですけどね。ちょっとやっちゃったんじゃないかなというような気が。なので、まあ今回この、まあ、ハンマーヘッドっていうんですね、頭っていうか、うんうん、で部品と、あとこの棒も一緒に変えます。今回このハンマーのフェルトを変えることによって期待できる効果というのはどんなの？そうですね、やっぱりこれかなり芯の方まで向いてしまってるので、本来ある長さから変わってるので、設計から変わってるので多少弾きづらくなってたり、芯の方まで向いてるとやっぱり弾力が失われてしまってるので、軽いチリチリした音というか、新しいフェルトにすることで、まあ、長く使っていただけるような状態に。で、まあ、交換するにあたり、まずいろんな計測を、このハンマーといってもですね、いろいろな種類があって、うん、闇雲に頼むわけではいかないです、うん、これとこれがですね、まず長さが違うのが分かりますね。こっちがだいたい80弱、72、8ミリぐらい違いますけど、うんうん、交差してるので、交差してる低音の方が上にあるので、うん、その分長くなってるという、うん、まあただそれだけですよ。なるほど、はい、なるべく純正に近い状態のハンマーを選ぶのが、まあ、割と失敗が少ないです、うん、今回は、まあ、オーダーメイドみたいな、結構重さの左右とかするのほど木ですね。これが結構3種類ぐらいあって、それによって結構重さが重さが変わる、うん、木の比重が違うので、うん、あとその硬さも違うので、うん、まあ、割と高級なのこれがマホガニーだったり、あとこのフェルトの量、これがあまり多くても少なくてもあまり良くはないので、まあ、仮にスタウンウェイみたいなのがいいからって言ってこれにスタウンウェイのたまたま数があるやつをつけると多分ものすごく重い。へー、引き五体は出るんですけど、五体がありすぎちゃうとお子さん、小さなお子さんとか弾くときに重いってなってしまう可能性があります。まあそこら辺はしっかり注意をして、ただいいメーカーのやつをつければいいっていう問題ではない。そうなんですね。いいですね。でこれがハンマーですね、まあ、国産メーカーで作ってもらって FFW っていうドイツのフェルトメーカー、最高級フェルト作ってもらいました。まあ、スタウェイもこの FFW フェルトがレンナーに行って、でレンナーっていうところが作ってる。アンダーフェルトっていう中にアンダーフェルトの一番上まで入ってる、オールアンダーフェルトインで、これに虫除けの薬が入ってます。ああ、そうなんですね、はい、これが薬付きっていう。アンダーフェルトが、はい、よくこう中古ピアノとかのネットとかで見えた時に、うん、アンダーフェルト入りモデルとか、はいはい、書いてあるのを見るんですけど、実際そのいいんですか、やっぱり。効果がないことはないと思うんですけど、ないっていう人もいたり、あるっていう人もいたり、まあ一応ね、外のフェルトとは分かれてはいるので、うん、クッション性は出やすいんじゃないかなと。ただかなりの圧力で巻きつけてるので、ほぼ一体化していると言っても過言ではないので、うん、どこまで違うのかって言われて、正直高度な計測機関とかに持っていかないと多分分からないレベルだと。まあただまあ、アンダーフェルトが入ってる方が高級っぽいという。そうですよね。イメージは確かにね。で、はい、このまま埋めればいいっていう問題でも実はなくて、ここら辺は
まっすぐですね。棒に対してまっすぐ。はい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 。でもこっちにだんだん行くと、ちょっとこう傾いて。ああはいはいはい。こうなってるのに対してこう傾いてる。傾いてますね。で低音に行くと逆に傾くんですよね、右に。うんうんうん。弦が傾いてるので、うん、弦に対してなるべく平行に当てたいと。うんうんうん。で基本的にはこの純正、まあ、あの参考にしながら、うん、比べてもらうとここ削ってあるんですね。はい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 。あと横もスリムになってますよね、うん、頭の割りに、うん、削ることによって隣と当たらないようにするっていうことと、まあ、少し軽量化、これシャンクって言うんですけど、ハンマーシャンクを新しいのに取り替えていって、で基準になる、各セクションの両サイドだけ取っといて、うん、穴を開け終わって加工をし終わったら両サイド今までついてたものと比較をしつつ取り付けてレプリカみたいなのを作って、であとはそれに合わせて真ん中の方を全部植えていくと。で間の隙間はこのくらいどっちかに触れようがあるので、はぁ、まあ、合間に、まあ、均等均等になるようにだーっと間に入れてきました。はい。で残りは、この2つだけ残して、あとまた真ん中の方全部新しいのを入れ替えています。はい、はい、おはようございます。2日目ですね、はい、昨日は確か間に入れてたやつをそれからさらにその間に入れていって、各セクションの、まあ、見本ですねになるやつだけ残して、で取り付けは終わったんですけども、この棒がですねまっすぐちゃんと上がるとは限らない。どうしても木でできてて、この赤いクロスの中心にピンが通ってるんですね、はい、このピンが 100% 水平につくとは限らない。傾いたりしてると、そうするとちょっとこう真ん中に寄ってくの分かるかな。これと、うん、これがこの今の隙間から上に上げていくと近づいていく、狭まっていく。ああ、はい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 。なのでそれをまあ、真っ直ぐになるように、ただまあここの時点で完璧にする必要はない。まあざっとこういうペラペラの紙、はい、この紙をこの下に貼って、こうなってたらこっちに紙を入れてやって起こして真っ直ぐ上げるようにすると、傾きを取ってあげる。でそれでこちらの準備はおしまいです。ざっと全部、修正しました。おお、全然違いますね、うん。で次はそのハンマーヘッド、そうですね、こちらの方の加工に移っていくんですけども、規定の数よりも少し多めに入ってます。だいたい1台分で頼むと90入ってることが多いです。これをじゃあどう選別するかなんですけど、まあ、一番重要なのはここの低音と中音の境目の重量を少なくしたいんですね。長いので低音の方が重くなるんですね。同じ加工をしてしまうと低音の方が、まあ、重いまんまになってしまうので、うん、そのバランス悪いと低音から中音に入った瞬間に急激に軽くなっちゃう。多分今これで 0.5 ぐらい差が 10.7 0.7 あるとおよそ6倍ぐらいタッチに、テコの全部比率でいうと約6倍。へ、なので、4.2g 手前で差が出ちゃうので、へ、その差はできる限り減らしたいところです。まあやっぱりこのハンマーの重さっていうので、その音質っていうのも多少やっぱり変わる。重い方が勢いが出るんで、あのシンガーの音が出やすいですし、まあ、それです、ね、あの音質もばらつきが出てしまうこともあるので、まあ、選別とすると上を取っちゃうとさらにこっちの方が重くなってるはずなので、下を取ってこれを26で、こっち取っちゃって上を全部詰めていくとさらにこの重量のバランスが開いちゃうので、上は下はこのまんま残しつつ上の2つを抜くと。で中音と低音と、ここからが中音で、ここが自高音で高音と、
で、これで次、穴開けですね。ハンマーの穴開けをするジグですね。まあ、とりあえず準備としては、穴を開けるところに線を引きます。位置を確認して。こんな感じですね。はい。はい。はい。で、穴を開け終わったら、今度、横、こっちのシャープになってますね。はい。で、これは、昔はカンナとか、まあ、ベルトサンダー。シャーってやってた、うんうん、まあベルトサンダー今でもやってる方いらっしゃいますけど、どうしてもそうするとバラつきが、いわゆる、テーブルソーっていうのが、うん、まあよくこうやって車輪と切るやつですね。はいはいはい、はい、それにこういうジグを、つけてこう挟んで車輪と、これからいよいよ接着というか、業界的なウェルっていうんですけど、ハンマーウェルっていうのをしていきます。残したやつを一応目安にして新しいやつを植えます。おはようございます。はい、おはようございます。植え付けが、はい、終わりました。こんな感じです。まあ、棒は長いので少しこうやって飛び出てます。まあ、こういったものを使って完全に固定全部しちゃいます。まずここの出てるこの棒の突き抜けたやつですね、はいはい、が、邪魔なのでこれを一旦切ります。切り終わりました。これからこういうのを使って削って平ら、終わりました。でこぼこでこぼこしてます。まあ、この下と同じような角度だったのが平らになってます。でこれでもう調整の作業に入れるんですけども、ちょっとその他準備もまだ途中なので、これが終わって大丈夫ですか。はい。調整の方に。調整の作業に、で、まあ、簡単に言うと放り投げてるんですね、上に、はい、放り投げるというのが結構ピアノの味噌ですね。静音という作業、全然伸びないやつを伸ばしたかと、うん、なぜ羊毛ではないとこの YouTube チャンネルは意外とこう難しいThank you.